ございます。沖縄で一番健康のことを考えているエステティシャン宮城若菜です。2024年9月26日木曜日、ハッピーはここから、ハピココラジオをお届けしていきます。この番組はあなたも理想を叶え、今よりもっとハッピーな人生を歩めるをテーマに、世界基準の最新の健康美容情報、習慣を変えて理想の自分で生きるためのノウハウ、腸から美を作る腸活の考え方、食の選び方など日常で役立つヒントをお伝えしていきます。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 スマホで聞く場合は、はい、大丈夫ですよ。アプリリスラジカ、マイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができます。ご質問やコメントも募集しておりますので、お気軽にメッセージをください。はい、ということで、はい、今日は収録でお送りしていきます。なのでメールもしいただいたら、その来週、これ読んで答えますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は第14回目になりますね、うん、はい、早いですね今日のテーマは三大老化原因の糖化についてお話をしていきたいなと思うんですけど、山内さん、あの三大老化原因とかって聞いたことあります？糖化ないです。あ、ないですか？初です酸化ってあるじゃないですか。酸化ありますね。前回お話しした活性酸素による細胞の劣化のことを酸化っていうんですけど、うん、はい、糖化っていうのは体の焦げってよく例えられるんですけど、ほうほう、うん、あの糖質、摂取した糖質によってその体が糖化してしまうことを糖化っていうんですけど、じゃあその糖化って例えば何っていうと、細胞、まあ、体の焦げ、うんうん、酸化はサビですよね、はい、糖化は焦げなので、糖化してしまうと、一回糖化しちゃうと元には戻れないとも言われているような怖い老化現象なんですね。いや怖いね、うんうん、じゃあなんかどういうことかっていうと、例えば見た目とかで言うと、はい、食パンってイメージしていただくと、はい、白くてふわふわで、うん、ふわふわ柔らかくて、はい、もちもちしてて、はい、みたいなイメージありますよね、はいはい、赤ちゃんの肌ってどうですか？食パンみたいじゃないですか。食パンみたい、白くてふわふわしてて、うん、もちもちしてて、うんうん、はい、では糖化してしまったお肌、うん、っていうと、じゃあパンで例えると焦げパンですよね。あの、はい、焼いて焦がしたパンは、まあ、うん、美味しいですけど、美味しいですけど、はい、カリカリで、うん、ちょっと触るとボロボロと落ちて怖、はい、茶色くてもうね、はいはい、カスカスのボロボロですよね、はいはい、それを肌に例えてしまうと、なるほど、どうでしょうか？焦げて、ね、はい、肌が焦げて茶色くて、細胞がボロボロでカスカスで、はい、っていうような、はい、ちょっとゴワゴワしたようなお肌とかですね、うんうん、気ぐすんだお肌とかですね、うんうん、そういう感じのお肌になってしまう。見た目でいうとそういう感じになってしまうんですけど。なるほど。じゃあ今日はそんな糖化についてはいいろいろとお送りしていきます、はい、それでは一旦 CM です。沖縄で一番健康のことを考えているエステサロンハピココ、県内で唯一腸から美しさを作る体質改善プロデューサーがあなたの理想を叶えます。今よりもっとハッピーになろう。沖縄ハピココで検索。沖縄で一番健康のことを考えているエステサロンハピココ、県内で唯一腸から美しさを作る体質改善プロデューサーがあなたの理想を叶えます。今よりもっとハッピーになろう。沖縄ハピココで検索。ハッピーはここからハピココラジオをお届けしています、今日は糖化について三大老化原因の糖化ですね。三大っていうと酸化、うん、糖化、糖化、炎症
炎症、はい、炎症っていうのが、まあ体のかゆいとか痛いとか赤みがあるとか、はいはいはい、火事の体の火事を炎症っていうんですけど、それをまたじゃあ、うんうん、詳しくはまた今度いつかやりますね、はい、今日は10日、うんうん、10日について、うん、で10日あの酸化って避けられないじゃないですか、はい、呼吸するだけで活性酸素発生しちゃうので、うんうん、酸化って避けられないんですよ、はい、でも10日って食生活次第で避けることができるんですよ、はいはいはい、なので避けれる老化原因は避けておこうよっていうのが、うんうん、あの今日お話ししたいあのテーマになるんですけど、はいはい、で、まあ糖化っていうのが、よく、言われているのが、まあ、食事から取った余分な糖質、うん、糖質がですね、はい、体内のタンパク質とくっついて、うん、結合っていうんですけどくっついて、はい、細胞などを劣化させる現象のことを糖化って言うんですけど、糖とタンパク質、はい、なので血管とかもコラーゲンタンパク質ですよね。なので血管も硬くなるんですよ糖化すると。なるほど、体内にあるタンパク質にピンって。そうです、さっき肌で例えましたけど、はい、血管が一番最初の糖化の被害者、硬くなる、血中を糖がずっとね、あの高血糖でずっと血中にあると、はい、それがどんどんあの血管と結合していって硬、うん、い血管になったりとか、はい、そう、なので血管の病気、うん、みたいなものって10日から起こるっても言われてるんですよ。へー、あまりねあのお医者さんじゃないので病気のことはお話ししない方がいいと思うんですけど、はい、あの血管がね破れる病気だったりとか、そういうのとかもやっぱ10日が原因、そうです、硬くなったりとか拘束、なんとか拘束って言われるようなものとかも、うん、10日が、原因の一つとも言われているので、うん、10日って避けれる食生活で避けれますよね。糖質、はい、余分な糖質が血中にずっとあることがいけないので体の中に、はあ、うんうん、なのでできるだけ糖を取る頻度を下げ、まあ、あの今から対策もお伝えしますね、はいはい、で、その糖化によって作られる最終糖化産物っていうものを、はい、エージスっていうんですけど、はい、AGE ちっちゃい S でエージスっていうんですけど、はい、うんうん、それが、まあこれから広まっていく言葉なのかな、どうなんだろう、美容業界とかではね、医療業界とかではもう当たり前に知られている言葉ではあるんですけど、エージスっていうのは、まあ、あの食品からも入ってきますし、うん、体内で結合されるエージスっていうのもあるので、はい、その両方から気をつけてあげれると、まあ、内臓とかね、内臓をはじめとする体内組織にこう、うん、あの蓄積するのをあの止めることができるので、うん、あの糖化っていうのをちょっと避けれるようにしていけたらなと思うんですけど、うん、まあ、さっき言ったようにお肌のシワやくすみしみとかも活性酸素の原因でもあるけど糖化も原因でもあるんですね。なので肌が硬い方とかあの、はい、ちょっとごわついてる方とかね、はい、うん、糖化あのなので結構お肌フェイシャルエステとかをしていて、はい、あの炭水化物好きですかとかね、あの甘いもの好きですかっていうのは、うんうんうん、結構肌触って分かったりします。へー、うんうんうん、最近結構糖取ってましたかとかっていうのも分かったりしますね。で、まあ、糖化が進むと糖尿病だったりとかそういった生活習慣病のリスクが どうしても上がってしまったりとか、はい、動脈硬化とかもですね、うんうん、なので糖化の体にとってのこうストレスっていうのがたまらないように、うん、していけたら、あ、お肌のキメとかもですね低下してしまうので、あ、この透過すると赤ちゃんみたいな、そうそうそう、もちもち肌じゃなくなっていく、そう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 、ゴワゴワしてボロボロでっていうカスカスのみたいな、そうそう、これ糖分取りすぎはね、まあ良くないっていうのはなんとなくわかるんですけど、うん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 、はい、そうですね、そういう原因があるのか。そうなんですよ。なのでまあその糖の取りすぎはまあね血糖値が上がってで、うん、それを何度も血糖値を上げていると、うん、前もお話ししましたけど、はい、ちょっとねコンコンコンって、うんうん、あのね、あの郵便屋さんが何回も来てたら虫イルス使いたくなりますよねっていうように、うんうんうん、何回も血糖値を上げることって体にとってはすごくストレスで、はい、もう無視したくなっちゃうんですよ、はいはいはい、うんうん、例えばですけどね、うん、なのでそのインスリンっていうホルモンがもう、うん、出にくくなってしまったり、それが、まあ、糖尿病の始まりになったりしてしまうんですけど、はいはいはい、うんうん、食後の高血糖がずっと続く、うん、インスリンが出ないからずっと血糖値高いままだからもうインスリン注射をして血糖値を下げないと、ね、あの倒れてしまうので、もう大変だねそう、なので、まあ、糖の取りすぎっていうのはもう本当に気をつけていただいた方がいいではあるんですけど、はい、うん、で、まあ、その糖化を避ける
10箇条みたいなものを、はいはいはい、ちょっとあのまとめてきたので、はい、それちょっとお話ししようかなと思います。はい、はい、でまず1、食べる順番に気をつける。お、はい、できそうですよね。できる、よく言われてるベジファースト、ベジタブルファースト、はいはい、野菜から、うんうん、そうですねって言うんですけど、どっちかっていうと、うん、カーボラストっていう言葉を覚えていただきたくて、はい、カーボラストっていうのは、まあ、糖質を最後に食べるですね。うん、なので先に、まあおかずとか、はいはいはい、スープとかそういったのを食べていただいて最後にご飯を食べる。嘘でしょ。できればまあ三角食べしてあげた方がね、あの、はいはいはい、いいって習うではあるんですけど、うん、ただ、糖化したくなければ、はい、うん、糖質は最後に食べていただく、最後に、へえ、うんうん、のが一応はおすすめ。これ野菜はあれですか、サラダじゃないとダメとかはないですか。そうですね、炒められたやつでも炒められててもいいですし、うん、ただその野菜が血糖値、まあ、邪魔を、血糖値が上昇するのを邪魔するかっていうよりかは、うん、どっちかっていうと前に言ったようにネバネバとかオクラとか納豆とか、はいはいはい、そういったネバネバヌルヌル食材っていうものの方が、うん、あのネバネバヌルヌルがその吸収されるのを邪魔して、うん、糖の吸収を邪魔してくれるんですよ。なのでゆっくり血糖値上がっていくんですね。うんうん、なるほどね。なのでできるだけその、上昇が緩やか、血糖値の上昇が緩やかになるように、うんうん、っていうのもまあ一つ気をつけていただけるポイント、はい、で野菜っていうとポテサラも野菜だよねっていう方多いんですけど、うん、確かに、その討論も今度しましょうか。あ、そうですね、はい、ポテサラは野菜じゃないです。だって糖ですよ、じゃがいもって。そっか、糖質が多いので、でさらにマヨネーズめっちゃ使ってますもんね、はいはい、脂質も多くなりますよねっていうところで、全然あれはもうね、あのポテチを食べてるようなもんなので言うといけないかもしれないですけど、はい、ちょっと、まあ、ポテサラが野菜と思って最初に食べると血糖値ボンいきますからね。あ、なるほど、そういう野菜ではなくてキノコとかオ、はい、クラとか、はいはい、うん、そういったぬるぬるネバネバの方を一応おすすめします。海藻類とかね。なるほど、うんうん、で、2、次 2に行っていいですか。はい、その2、高GI食品を避ける。高GIって分かりますか。分かんない。あ、今日長くなりそうですね。どうしよう。高GIっていうのがその、血糖値が上昇するスピードのことを言うんですけど、うんうん、なので例えば白米より玄米の方がなんかいいよって聞いたこととかありません？あ、あります、あります。なんとなく、はい、それです。要は白米は高 GI 食品って言われていて、うん、玄米は低 GI 食品って言われていて、はい、血糖値の上がり方が、まあ、うん、緩やかか急に上がるかみたいな。あ、なるほど。そうそうそう、うん、なので、高 GI は急激に上がる、うんうん、そうです。うん、ただなんかあれを測るのがその 100g 食べた時 の、はい、その血糖値の上がり方で調べてるので、うん、なんか白砂糖とか 100g 食べないじゃないですか、はい、なのでちょっと怪しいところではあるんですけど、うん、なので今ってこの高 GI 食品っていうと多分女性とかだと知ってる方多いと思うんですよ。ダイエットイコール、まあ、低 GI 食品を食べるといい、低 GI ダイエットみたいなのって結構一時期流行ったと思うので、なので全く知らんけどできるだけその血糖値、まあ、要は血糖値の上昇しやすい、ネットで高 GI 食品とかで調べるとリストが出てくるので、はい、それをできるだけ避けるようにしてあげるのもいいかもしれないです。なるほど。ただ、食品、そう、ただ低 GI だからといって、うん、量を食べるとそれ糖質をいっぱい食べたらいっぱい血中に入ってくるので、はいはいはい、血糖値の上がり方は緩やかだったとしても、うん、結局吸収された後血中に糖はいっぱいになっちゃうので、なので今は GL 値って言って、はい、糖質の高いもの、血糖値の上がり方が緩やか、低 GI でも量を食べるといけないよっていうふうに言われてるので、なのでやっぱ結局糖質制限がいいですよね。そうですね、うん、はい、っていう、まあ、高 GI 食品を避けるっていうのが第2、はいはい、でその3っていうのが、高血糖状態が長く続くことを避ける、かっこ空腹の時間を作る。あ、はい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 、なので、まあ、空腹の時間をうまく利用していただいて、うん、自分で人間はホルモンバランスが乱れていなければ、はい、血糖値をね、いいところまで上げることはできるので、はい、なので自分の力を信じて、うん、はい、空腹の時間をうまく活用していただいて、はい、できるだけその血中に糖がたくさんある状態っていうのを日々こう少なくしてあげるっていうのも一つ糖化を避ける、空腹が長いとそれが糖が
減るんですか？どちらかっていうとその空腹の時間っていうのは食べてないじゃないですか、はい、なので食べて血中に糖がある時間っていうのを、うん少なくしてあげればいいんですよ。あ、はいはいはい、なのでイコールそれってじゃあどうすればいいの、食べなければいいよっていう答えなので、うんうんうん、なので、まあ、空腹の時間を作ることによって、うんそのインスリンの感受性がまた高まったりとか、うんうん、そうそう感度が高まったりとかするので、はいはいはい、なのでそのインスリン抵抗性、うん、そのまあ糖尿病の始まりみたいなものを調整することもねできるというふうにも言われているので、なので、空腹の時間をうまく作ってあげるっていうのも一つ糖化を避ける、はい、うんうん、糖化っていうのはイコール要は、まあ、体の中に糖がある時間を少なくすれば少なくするほど糖化っていうのは遠ざかっていくので、はいはいはい、うん、なので、まあ、あまり食べないようにするっていうのも糖化を避ける一つですね。なるほど、うんうん、大事、はいはい、でその4が、血糖値が上がる頻度を下げる、糖のちょこちょこ食べ、はい、うん、はできるだけ控えてあげた方がいい。これね僕の知り合い全部当てはまってるから僕の知り合い、うん、うんうんうん、多分でも全人類当てはまりそうじゃないですか。なんかちょこちょこお菓子とか食べてるし、甘いのドーナツとか、うん、結構遺伝子検査すると分かるんですけど、うん、それは追加遺伝子、山内さんがやった遺伝子検査のまたちょっと追加料金でまた遺伝子が分かるんですけど、はい、うん、どうしてもそのちょこちょこ食べしちゃう遺伝子っていうのもあるんですよ、うん、なのでまあその対策っていうのも取れた、遺伝子検査をすると取れたりはするんですけど、なのでどうしてもその糖のちょこちょこ食い、うん、私ね腕に針を刺して血糖値を実際に測る実験を何度もしてるんですけど、はい、うん、分かんないじゃないですか、どれでどういうふうに血糖値が上がってるんだろう、うんうん、急激に上がってるんだろうって分かんないので、なのでちょっと調べたくて実際に腕に針刺して測ってた時期があるんですね、はいはいはい、これ糖尿病の患者さんとかがね病院から処方されるようなものだったりするんですけど、うんうん、自費でも一応買うことができて、うん、でそれで調べてた時に、はい、もう本当に一口のチョコとか、はい、一口のせんべいとか、うん、めっちゃ血糖値上がりますからね、うん、一口のなんだったっけ、柿の種とか、それはいつですか、いついつ食べても、完食みたいな、ほんとなんかあーちょっとお腹空いたなみたいな感じで、はいはい、パクッと一口、一粒だからいいやって食べちゃう、うんうん、食べる食べる、ね、うん、それ血糖値ボンっていきますからね。へ、うん、これ空腹時とか関係なく、まあ、食べた後とかだったらもうそもそも上がってるので、でも追い風のように多分バンってまた上がっちゃうとは思うんですけど、うん、そうそうそう、まあ、とにかくダメなんだね。そうですそうです。なのでなんかおせんべいとか柿の種とか意外とめっちゃ上がるんですよ。へ、うん、あと粉物、せんべい大好きだな。そう、私も好きなんですよ。なんかチョコ食べるよりはせんべいの方がまだマシかなとか思って食べてたんですけど、うん、いやいやいや変わんないんだ。そうなんですよ、消化のスピードが早いんですよせんべいって、米って日本人めっちゃ消化得意なので、はいはいはい、まあ、要は米の粉をせんべいにしてるじゃないですか、うんうんうん、なのでまあ消化が早くて、まあ血糖値バンって上がるんですよ。血中に糖が入ってくるスピードが早い。あ、やばいね、はい、なので意外とせんべいとか柿の種とかって、うん、なんかねそのチョコとかそういったなんかね饅頭とかに比べると良さそうなイメージあるかもしれないんですけど、全然良さそう。ね、メロンパンとかね、うん、意外と、はい、粉物のお菓子とかって結構上がるの で、そうで、そのチョコチョコ食いが、はい、もうインスリンがねもう出たくないよ僕っていうのを邪魔しちゃったりするので、うんうん、そうなので何回も何回も血糖値をちょこちょこ食べてあげるっていうのは本当にもう病気のもとなので、間食はしない、しない方がいいです。はい、はい、できる限り、うん、はい、しちゃいますけどね、しない方がいいです、しない方がいいです。はい、で、あとドリンクとかもそうですよね。なのでちょこちょこグイって言ってますけど、うん、例えばチーノとかあ、はいはいはい、チーノとか、うん、そういったのもやっぱもう糖すごいですからね。うん、うん、なのでドリンクとかも要は血糖値上がってしまうので、甘い飲み物、そうです、甘い飲み物とか、はいはい、そういったのも、加糖ブドウ糖液糖とか、うんうんうん、そういったもの、液糖っていうものは、うん、もう消化スピードがこうもうブランって血中に入ってきちゃうので、うん、なのでもう本当に血糖値バックバックバック上げしてしまうので、はい、甘い飲み物とか結構気をつけた方がいいですね。うんとかも、うん、ちょっとわかんないいやふんふんとか、あ、甘い飲み物はそのなんていうのかな、血糖値が要するに
太りやすいとかではなくて糖が取りやすいってことですね。そうです。まあ、太りやすいももちろんありますけ けどイコールそれがインスリンが出て糖、余りすぎた糖は脂肪に変わっていきますからね。まあ、健康に本当に悪いってことですね。そうです。本当にあの甘いドリンクは本当に悪いです。悪い、はい、なのでなんかね、世の中に健康にいいって言われてる甘いドリンクとかありますけど、うん、あの子供の飲み物とかにもねいっぱいありますけど、はい、できるだけあの嗜好品としてとどめて健康にいいとは思わないで、うん、飲まない方がいいと思います。はいはいはい、そうですね、はい、血糖値下がって眠くなるだけですからね、あの睡眠の質が上がるとかって言われてるような甘いドリンクも、はいはいはい、あの血糖値バンって上がってバンって下がるときに眠くなるので、それなんですよ結局、はいはいはい、なので気をつけていただけたらとは思います。はい、はい、であと 5、これ間に合いますか今日。間に合わないですね、あと、はい、ね、あと5分ぐらいです。じゃあ5で終わりますか。はい、はい、あでも5分ありますから。あ、 OK です。じゃあバーって喋っちゃいますね。5で終わってまた翌週にしますか。あ、 OK です。はい、はい、でそうですね、そしたら質問にも答えられますもんね、うんうん、はい、でその後、食べたら燃やす、食べたら燃やす、はい、食べたらすぐ動いて燃やしてくださいあ、うんうん、動くというのは、運動、運動です。それこそあの、フットサルもいいと思いますし、うん、あのまあ、例えばご家庭の中とかで言うと、うん、食べたら、ね、家の、まあ、階段とかがあれば、うん、階段を、ね、あのちょっと往復何回もしてあげるとか、何回っていうのはもう決め、はいはいはい、分からないですけど、うん、とにかく血中に入ってきた糖をエネルギー消費、運動をしてその筋肉を動かすためのエネルギーとしてこう使っちゃえばいいので、うん、筋トレとかもいいんですか。いいです、いいです、うんうんうん、筋肉を動かしちゃえばいいので、はいはいはい、うん、なので、別に有酸素運動じゃなくてもいいってことですよね。いいです、うんうんうん、とにかく動いて、動けばいい、とにかく動いて、へー、なので食べてちょっとお腹いっぱいで横になっちゃうとかってね、豚になるよって昔言われたじゃないですか。ゆうゆう、はい、本当そうなんですよ、うん、なので食べたら寝る、食べたら座るじゃなくて食べたら動くなるほど、はい、なので動く人は食べたらいいよって思います。うんうんうん、なので私も、運動する日は食べてます、はい、あ、なるほど、うん、全然糖も食べてます。そうじゃないと筋肉分解進んじゃうので、うん、私体質的に、あ、うんうん、なのでもちろん体質とかもいろいろありますけど、うん、糖が全て悪ではないですけど、うん、悪に近い方が多いかもしれない、デメリットの方が多いかもしれないのでそうですね、動く人は食べていただいて。なるほど、はい、これじゃあ、まあ、続きはあれなんですけど、はい、ちょっと質問もあるので、はい、それはじゃあ来週にしましょうか、うん、来週を質問を答えさせていただいて、はい、あれば、うんうん、で残り続きをちょっとお話ししていきましょうかね、はい、じゃあまとめますか。はい、まとめますと、食べたら動く、食べる順番に気をつける、うん、カーボラスト、カーボラスト、はい、で、麹合い食品を避ける、麹合いを避ける、はい、で、ネットで検索したら出てきます、はい、で、低GI であっても食べ過ぎは気をつける、うんうん、で、高血糖状態が長く続くことを避ける、要は、空腹の時間をうまく活用して、うん、血中に糖がある時間っていうのをできるだけ避けてあげる、低くしてあげる、はい、で血糖値が上がる頻度を下げる、うん、糖のちょこちょこ食いを、うんうん、控えたい、要は間食ですね、分かりやすい言葉で言うと間食、糖の間食、はい、なのでゆで卵間食とか全然いいですよ。あ、そうなんだ、はい、糖じゃないですからね、タンパク質ですからね、うんうん、なので間食するならタンパク質取ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。はい、はい、で、食べたら燃やす、燃やす、食べたら動く、はい、はい、以上でまとめが終わりました。なるほど、はい、じゃあ豆腐とかでもいいんですか。そうですね、納豆とか、うん、納豆とか、うん、いいと思います。なんかもう最近納豆と豆腐ばっかり食べるようにしてる気がするな、はい、でもとりあえず食べとけばみたいな。あ、そうですね、うん、できるだけやっぱ同じ食品をずっと食べるっていうのも、はい、また違う意味でリスクが出てきてしまったりする可能性もあるので、うん、なのでできればいろんなものを食べていただいた方がいいですけど、うん、まずね、優先順位というかね、はい、何か変なものを食べてたのであればそっちに変えてあげた方がいいかなと思います、はい、次のステップとしてはいろんなものを食べるで、うん、はい、挑戦していっていただけたらと思います。はい、はい、じゃあ今日はもう終わりになりますね。はい、はい、いつもの挨拶でいいんでしょうか。はい、はい、ありがとうございますではそろそろお時間となってきましたので、聞いてくれた皆様、ご質問いただいた皆様ありがとうございます。来週は10日について続きと、ご質問にお答えをしていきたいと思いますのでお楽しみに。
お相手は沖縄で一番健康のことを考えているエステティシャン宮城若菜でした。皆様の習慣が変わり今よりもっとハッピーな人生になりますように。また来週よろしくお願いします。さようなら。